どうも、タクです。ノースアストライク、本日はですね、劇場版公開記念ということで、伝説の赤龍でいいんですか、オルタナティブドラゴンを、こちらのオルタナティブオルタナティブドラゴンを使って、覇者の塔の33回に挑んでみたいと思います。行けー。よし、まずはね、一筆でしっかり決めたいですよ。ほっこれがタクタククオリティです。さあ、よいしょ。おっと、やる気あんのかやる気あんのか。まず1層目でこれだからね、そもそもがね。よいしょ。はいはいじゃねえはいじゃない。これでもストライクショットを貯めたいからさ、そうそう、計算。うわぁ、こういかない。しゅ、いやぁ、もう一体か。もう一体だな、もう一体だ、もう一体倒さんと。カチカチよ、カチカチやぞ。オッケー。ひよこ率なぁ、ひよこクラブ。これで、お、ガイドが出てる。これで、こんなもんじゃない、こんなもんじゃない。これやっぱ苦手だな。33、これむずいな。当たるか。当たらん、当たらん。チェリーウィンガーの位置いいんだけど、これあ、これいけたかも。ほっ、はい、オッケー。よし、でこれ多分ヒヨコになっているオラゴンでしょ。でチェリーウィンガーとつなぐといい感じですよ。こういい感じですよ。こんな感じだよ。ほっ、お、そう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 。で、これで、一筆でいけば。計算。こういうことですよね。こういうことですよね。はい、オッケー。一筆。これ、微妙にヒヨコで一撃与えてから、行くとやりやすいんですよ、ここは。オラ様。じゃない。これね、ブレスをちょっとうまく使いたいんだよ。ブレス、うわ、むずいな。これでいいや。これでちょっとやってみよう。いや、そっちに飛ぶんかい。そっちなんだね、ブレスはね。どうかな、こう、意外、思い切ってこう往復ってなると。おおおお、まあこんなもんでしょ。あれなのよ、この状態のオラ様が非常に危険なんだよね。一回どうする、一回魔法陣踏むか、踏めるか。これよいしょ。うん、いいんだ、一旦これでいい。ひー、不ひーですわ。困った。先にこうだな、一体、あ、逆だ、一体だけ倒して弱点を、うん、ライフがピンチですわ。こんな動きでいかが。危ない、怖い。ブレスの恩恵があんまりうまく受けられない。
ほっ、あっ、ああよかった、爆発しなくて、あの金ハートを取って抜けたいな、抜けるなら倒せば、倒せばいい、 OKOKOK 倒してもらって、いたたた、下に行ける、よしよしよし、次誰これ、オラゴン、あ違う、オラゴンのイカあバカちょっと待って、今横こう上に上がっていく予定だったの、なんで今わけのわかんない人だし、いやこれ絶対そあれだよな、魔法陣踏んでからのが良かったね、よいしょ、できればオラゴンの近く、オラゴンじゃないわ、マリシテンの近くにオラゴンを置いてマリシテンにブレスをぶつけたい、俺のビジョンではそうなんです、うん、入ってる気がする、ね、最終的にマリシテンの近くに配置したいから、お、いいよ、いい位置よ、いい位置、いい位置におるよ、おどうしようかな、これ打つか、これ打つわ、これ打ちます、ちょっと勘違いしないでよね、うわ効く、めっちゃ効くね、今ブレスが良かった、チェリーウィンガーが良かった、ちょっと分かんないけど、ちょっとひよこ解除しよう、うわブレス効いてるわ、ブレス20万ぐらい入ってる、いいねいいね、意外とドラゴンは33回なら活躍できるということじゃないか、であのハートを取って抜けよう、お人ちょっと欲が出るんですね、あっほら欲出すからひよこ解除してハート取って抜けようと、さあこのステージでも活躍できるのかオラゴン、こうだ、うん、これでいい、シャキン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 、すぐクリアできて、ハートは取りたいよね、2人に当たれば、あ、二人じゃダメだ、ほっ、よしよし、あ、そうだ、ここ全部倒さないと突破になんないんだった、まあいい、怪我の巧妙でしょ、これでほっ、あ、やめて、よしよし、あんま解除しなくてもいいっていうね気もするんだけど、さあガイド出てくれればいいの、これで3体ともうまく、あちょっと、あー、 OK、 やっぱチェリーウィンガーとほぼ同じ性能、ちょっと速いんだよねオラゴンの方がスピードは、なのでいい動きはする、これで、カチってなる、オッケー、カチッカンってなる、カンって鳴らして、ドラゴンのストライクショットとかちょっと見てみたい、最後の面でいいか、それこれで、おっ、お、これ打ってみる、ストライクショットはやめた、最後の面にしようよ、ほっ、捉えられるか、強い、
ドラゴン十分使えるけどな。まあ、ドラゴンじゃなくてオルタナティブドラゴンだよね。これブレスを放った場合どうなるの？プニプニ、あんまりだな、あんまりでした。よし、ストライクショット打つか。こんな感じかな。いけ、ドラゴンのこのランダがいかがなものかっていうのをちょっと見たいよね。これはやろう絶対。ランダをプニプニにぶつけたらどんだけなものになるか。いくぜ。私の力のどう。お、見事なり。400万強っ。え、よかったよね。今400万出てたよね。いや、ちょっと想像以上に良かった。結構そのギミックがダメージウォールと地雷にしか対応していない、そういう評判の悪さがなんかあったんですけど、ランダ意外と良くないですか。33回のプニにランダするのいいな。もちろんマリ視点にも連れていけますし、いや結構もうね、モンストもキャラが多くなりすぎちゃって、このモンスターはここみたいな使われ方がほんと多くなってきたのよね。まあ例えばこのオラゴンを引いた時の雨の村雲もそうだけど、あれだってニライカナイが神かで、ニライカナイとヤマトタケルゼロとかね、そういった使い方になってますから、うん、まあどこにでも連れていけるかって言われるとそういうモンスターではないと。オラゴンはオラゴンではないんだけどね。オルタナティブドラゴン、オラゴンはこいつだからね。オラゴンはオラ様である、こっちが本当の姿なのである、みたいなね。まあ、覇者の塔と、まあ、利子店専用ですかね。もっと使い方ありますけど、究極とかでも。はい、まあ、これから対応するクエスト、あと進化だけですからね。これ進化だけですから、神化をするとか、もし今後さ、アニメが続いていくんだったら、重心化だって、ほら、この重心化もあるかもしれないよ、重心化。ね。ということで、重心化、もう期待。だから、ムービー2が、ね、今回の、だからムービーが大成功するムービー2で、重心化、ついにオルタナティブドラゴンが、めちゃめちゃ強くなるかもしれない。もう全ギミック対応。ストライクショットは6ターンでランダーみたいな。ランダーは変わらないんかいみたいな。ブレスと、反射追跡、ダルタニアンと同じやつ。わかりませんけど。はい。そういう期待が今後。まあ、とりあえずね、ステータスがちょっと、これだけだっていうのは、だから含みがあるのであるよ。うん、はい。というわけで、ご視聴いただき、ありがとうなのである。次回、作も。あるかもしれないムービーはタクタクは近日というか今日レイドショーでな見に行くのである。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。